はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病と病生活の気晴らしいね、自宅化動画を配信していきます。この動画でね、白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信の機会にですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日から2月ですけどもね、最近になってやっとね、オートファジー16時間ダイエットというのがね、ネット上でね流行ってきてましたよね。そんなね、よく聞くようになったオートファジーをね、簡単に説明しながら、僕の実体験を交えながらね、これからお話していきます。で、まあきっとね、皆さんのね、お役に立てると、ね、思いますのでね、ぜひ最後までね、お聞きください。で、オートファジーというのはですね、ギリシャ語ではオートっていうのはね、自分で、ファジーというのは食べるという意味でですね、栄養状態が悪化して飢餓に陥った細胞は自身のタンパク質を分解して再利用して新しい細胞を作るというのが、ね、オートファジーの仕組みなんですけどもね、この仕組みがね、正常に行われないとオートファジーというのは失敗になります。このオートファジーはね、我々の体で行われるメカニズムでございますけどもね、これはね、心が強い時間が長続きすれば誰でも簡単に行われます。で、まあずっとね、やってきた人間からしたらね、まあ、今頃かよって思ったんですけどね、まあこれは皆さんもね、まあ、知らんうちにやってたんじゃないでしょうか。っていうのもですね、オートファジーというのは1日のうち8時間あれば何を食べても OK ですよという内容で、ね、広がっています。まあ、根拠としては16時間ね、1日24時間のうちの8時間を除いて16時間何も食べない時間を作る、間欠的ファスティング、まあ、すなわち断食に当たります。ちなみにね、これをね、18年前くらいにね、実践して一躍トップスターになったね、アーティストさんがいらっしゃいますよね。まあ、年齢はね、僕と同い年ぐらいで、ね、ずっと聞いてますしね、まあ、今でもその姿形が変わらへんしね、めっちゃ人気ある人です。それはね、倖田來未さんなんですよ。倖田來未さんはね、ちなみにね、8時間じゃなくてね、6時間でね、やってたみたいなんですよ。しかもね、これ自己流だったみたいなんです。でもこれだけじゃなくてですね、倖田來未さんはちゃんとトレーニングをされてて、結果的に、まあこれからね、僕がお話しすることがね、ちゃんとできていたようなんですよ。まあね、我々のね、一般人がね、その倖田來未さんのようにですね、ストイックになりすぎてはね、体が持たないと思いますので、まあ、僕ら一般人は8時間でいいと思いますけども、まあ先ほども言いました通りですけども、知らず知らずにこうなっていた人もいてると思うんです。例えばですね、朝起きて夜寝るまでに3食ね、決まって取る、食べる人も、まあ時計を見ればですね、8時間以内で終わっていたわとか、まあ中にはですね、その3食ではね、まあその総カロリーをですね、補うのはまあきついなと思う人はですね、まあある程度分散してですね、まあ5食とかにしてですね、意識して取る人もいてますし、まあその間にですね、間食としてね、ちょっとね、おやつを食べる人もいます。僕もね、これを実践しててね、まあ時間をかけてですよ、結果的にはまあ20キロぐらいね、近く痩せてたんですけども、まあ、現在はね、12キロぐらいね、痩せてたことに、ね、なってしまってます。まあね、リバウンドですわ。これはね、去年の11月のね、爆食いがですね、あかんかったんですけどもね、あの時期はこのオートファジーをやってたんですけども、摂取カロリーがね、オーバーしてました。だからね、リバウンドで太ってしまって、まあ、悪玉コレステロールも中性脂肪をね、オーバーしてしまったんですよ。で、これにはね、もう自分なりにね、まあ、ものすごくね、教訓になることがあったんですけどね、それは何かと言いますとですね、オートファジーをやっていても、結局食べ過ぎると太るということなんですよ。まあ、この教訓を忘れずにですね、またあの日をね、盛りにね、オートファジーをしててもね、我慢して食べ過ぎないようにしてきましたところですね、まあ、1ヶ月半でね、頑張ってね、2.5 キロも減らしてですね、悪玉コレステロールと中性脂肪50も減らしてやりましたよ。それをね、まあ今でも意識してね、やってますけどもね、まあ、前回の通院からね、まだ2週間弱ですけどもね、1キロは減ってます。そしてね、オートファジーのいいところはですね、空腹の時間がね、脂肪を燃やすだけではなくてですね、体の内側から若返って病気やね、老化をね、遠ざけるね、効果があるんです。まあ最初に言いましたけどもね、ネット上で世界的にね、注目が高まっているこの間欠的ファスティングでございますけどもね、これをね、体のメカニズムに沿って見てみますとですね、最後に食べたものを口にしてから10時間が経つとですね、肝臓に蓄えられた糖がなくなって脂肪が分解されてエネルギーとして使われます。で、空腹がね、そのまま16時間続くとですね、最初にお話しした細胞が細胞を食べ
べるオートファジーが働きます。あのね、体がね古くなった細胞をですね内側から新しく生まれ変わらせる仕組みで、自食作用とも呼ばれててね、壊れた細胞をお掃除してくれるんですよ。そしてさらにその不要なものをね材料にですね新たなタンパク質をね作ってどんどん細胞がね生まれ変わっていくんで、あの鼻ツヤも良くなりますしね、体の内側からのねアンチエイジングの効果が得られます。でもこれはね糖や脂肪だけじゃなくてね筋肉にも同じ作用がね働きますので、結果的に筋肉量が落ちます。まあ、これではね代謝が悪くなってね体も冷えてしまいますしね、あの先日の動画でね説明した通りなんでございますけどね、免疫力が減って感染症にかかりやすくなるリスクが高くなりますので、まあ、僕のように免疫抑制剤を飲んでいない皆さんは、まあ、少しはね運動はね必要になってくると思うんですよ。でもほんまに思うんですけどもね、食べない時間を増やすだけで脂肪は燃やすし細胞は生まれ変わるしね、最高ですよね。ちなみになんですけどもね、2016年ですね東京工業大学のね大隅栄養教授がですねノーベル医学生理学賞をね受賞してね、まあ、世界的に注目された研究がねこのオートファジーなんですよ。だからねこのノーベル医学賞だからねやっぱ世界が認めた賞なのでねやっぱすごいんですよ。でこのオートファジーというのはですね、体やね細胞がねもうストレスを受けてしまってもね、まあ、なんとか生き残れるようにね体の中でね組み込まれたねシステムで、まあ体がね飢餓状態になった時こそね働きが活発されるんですけどもね、物を食べない時こそしかねこのねオートファジーっていうのはね誘発できないんですよ。まあ、最近これを知って8時間の食事術っていうのをね始めたばかりの人っていうのは16時間の空腹にね慣れない人がね多いと思いますけども、まあ、こうした状況下で体の中でオートファジーが現れて新しい細胞が生まれ変わっていくイメージを持つことができたら、まあぐっとねそれの16時間のね空腹に耐えることができると思います。まあ、でもね食べない時間を増やすだけでねメリットがあるんやったら16時間とも言わずにですねもっと時間を長くして断食をしたらもう早いことねその効果が出るとね思いきやなんですけどもね、実はねそうではないんです。まあ、断食自体はね体にいいとされてるんですけどもね、1回はねもう1週間という7日間という方法はねおすすめしませんし、もうやってもめちゃくちゃしんどいしきついだけなのでね、まあ、普段の普通の生活をしているね僕ら一般人っていうのはねもう絶対無理だと思います。そんな無理をしなくてもですね8時間好きなものを食べて16時間空腹を作るというねこの間欠的ファスティングをね生活に取り入れてね継続する方がね体も心も絶対に楽です。この間欠的ファスティングっていうのをね取り入れる上でですね空腹の時間を作ると、まあ、自然と1日のね総摂取カロリーがね減って、まあ、先ほども言いましたけどもね筋肉量まで減ってしまう可能性もあります。倖田來未さんほどではないですけどもね、簡単な筋トレもね並行して行うようにすればね体型も改善できると思いますしね、痩せやすいと思います。で皆さんそれぞれねライフスタイルをね大切にしながらですね空腹の時間をね頑張って作ってみてほしいんですけどもね、欲望はね抑えすぎずで我慢しすぎてはですね、もう僕のようにストレスの爆食いでね体重どころかね悪玉コレステロールや中性脂肪などね血液検査にも悪い結果になりますのでね、まあ、できる範囲でいいのでとにかく毎日ね楽しく続けることが大事です。でねきっとね倖田來未さんがね、まあ、今もなおあの頃の変わらない姿でねいられるのはねひょっとしたら今でもそれを続けてらっしゃるんかもしれませんね。まあ、継続は力なりっていうねこれにつきますけどもね、冬なので体の機能は低下してますので、ね、皆さんも無理をなさらない程度でいてください。そんな感じで今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。